こちらが混浴の洞窟風呂です。みんなそれぞれ洞窟風呂違うけど、ここをびっくりしたのは、こうやってふーって入ったら上にね柄があってびっくりした。で今の温度は少しぬるめでリラックス効果が高いです。でここは今混浴なんですけど、隠れられるというか、とりあえず恥ずかしさ半減した感じです。で、あと特別なね許可をいただきまして、美容向けをつけるのも撮影のためなので、で普段は、タオルを浴槽につけないようにしてください。そうするとやっぱり、結構ハードルは高めかもしれません。水が好きなんて24時間入れるから、その人がいない時間帯を狙って入るのもいいと思う。でもそれは一人で行かない方がいいと思う。女の人一人で行くのは女性専用時間帯があるので、そっちがいいと思います。結構じんわり温まってきたな、冷気が。あと他に2つお風呂紹介します。あ、プールがあるっていうからプール行きたいんだ。川が本当に近いです。川が本当に近い。気持ちいい。どう？すごくいいんじゃない？ね、今新緑も綺麗だし、温度は洞窟よりはちょっと暑いけど温まる、普通に入れる適温です。ここちょっと雨があるんだね。童貞風呂って感じ。こうやってできればあっちを見ながら入りたいね。雰囲気がいいね。綺麗だね。ここもとてもいいですね。あとは大きいお風呂。チェックアウトは11時で、のんびりできます。いただきます。こちらの黒川温泉自治会でレンタル浴衣を借りました。はい、夕方4時まで1500円で借りることができます。すごいリーズ。それではこれで行きます。浴衣を借りてブラブラしてます。今からねお昼ご食べようと思います。こちらの和食屋さんはこのね特選赤90、1日10食限定2300円が、有名なんですけど、2300円を私ちょっと豪遊しすぎてるので、選んだのは地方にある素朴な感じのお店、安いどこだっけ、もっと戻る、結構歩くね。見てかわいい。大事なのもの通学路、お孫さんがいる。こっちこっち、ここダゴ汁高菜飯。ダゴ汁ってなんだろう。見て、安いでしょ。行ってみよう。はい、どうぞ。いただ
850円。安い。これ食べて白玉も食べるんだ。うん、うまうま、うん、おいしい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 。ものすごくお腹いっぱいで苦しいです。このお値段でこのボリューム、なかなかねないよね。観光地価格のイメージあるじゃないですか、こういう旅館とか来たら。でも普通にリーズナブルでこんなにいっぱい、なんかおばちゃんの食堂みたいな。席も全部で8くらいしかなくて、すごいしっぽりできました。カウンターで食べれたのもまた珍しくていいなと思いました。はい、実はですね、この奥にあった穴湯が流されてしまったということなんですが、ちょっと下まで降りて見に行きたいと思います。夜はすっごい綺麗なんだよ。これ何なの？綺麗なところ、黒川温泉の見に来ました。大人気です。10時までやってます。素敵です。見に来てね。去年の共同浴場でした。残念。はい、お白玉かんめ茶屋に来ました。たくさんのね、このね白玉のねメニューがあって、ずっと食べたいなと思って1週間過ごしてたので、本当にこれで嬉しいです。ここにまず白玉が3つ乗ってるでしょ。あんこと抹茶アイスの、それで謎のココナ、おいしい。シアタも食べていい？パン粉と一緒にいただきます。他にもシアタも入ってるかな。下は何だろう。アプリ教えてあげる。下はね、コーンフレーク入ってる。嬉しくてね、足バタバタしてる。最後にね、大事な白玉ごっこある。うん。幸せ。寝た。次は射的をやってみたいと思います。1回ね、300円で6発打てます。頑張ります。こんにちは。お願いします。はい、ちょっと一回引いてください。縦って引きやすいですよ。縦って、はい、はい、下げると。はい、それでいいです。あとも、ぶた締めてください。よし。あとも先端と部位を目線で一直線に。あ、これ。ここですね。あ、はい、ここ。はい。何にしよう。どれを狙おう。まっすぐ？ほんまに行くの？おぉ。ちょっと上、ちょっと上だった。っていうかすごい勢い、こんなに強く出るんだ。6回だって。どうだった？あー反動でずれてしまう。つい高いのだと5ぐらいは答え。あー全然やったんだ。ああ、もう一回こっちでやってみよう。まあ伸びたくんはね上手だから、ね、とてもスタイル。よし頑張れ。あ、ダメだ。ほんのちょっと上に目が悪いのかな。もしかしたら薄着ちょっとこう上がってるかもしれない。あ、なるほど、はい、こうピッと上がるとちょっとこうコルクはこう上に流れる。なるほど、ちょっと下を狙って。本当ちょっとなんだけど。やった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 あ、ブブクショー、ありがとうございます。ブブクショーだった。頑張りました。
似合ってる。あ